体重計の数字が減らない、体脂肪率が減らない。あ、皆さんこんにちは、フィットネスメーターヒロです。今回もご視聴ありがとうございます。皆さん体重計って乗ってますか？最近では体重計に体脂肪率を測るそういったシステムもついてるんですけど、その体重計に苦しめられてる方っていうのも非常に多いように思います。で、それは僕も昔そうだったんですね。毎年大会に出てるんですけど5年ぐらい経ちます。で、大会に出るってなるともちろん体脂肪を落としていかないとステージの上で恥ずかしい思いをしてしまうんで、結構本気で体重っていうのを落としていかないといけないんですね。で、その時に毎日毎日僕は測定してノートに書いて食べたものも全部書いてました。減量してる時に体重計の数字が減らなくてもうすごい落ち込むんですよ。こんなに頑張ってるのに、もうみんなが好きなものを食べてる中でもう自分はサラダチキンを食べたり野菜を食べたり、そうやってすごい努力してるのに体重が減らなかったり、時にはですね体重増えてる時もあるんですね。で、それがこう毎日数字として目の当たりにするんで、毎回へこんで、はあ、もうなんでこんなに頑張ってるのにってよく自分を責めてた時期がありました。で、この体重計、今回はですね、この体重計に関して、体重計の数字に惑わされてると、どういったデメリットがあるのかっていうことについてお話していこうと思うので、もしよかったら最後までご覧ください。こんな感じでですね、フィットネスメイトではフィットネス情報を発信してますので、もしよかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。話は戻るんですけど、僕はもうずっとこの体重計に惑わされてました。で、今ここフィットネスメイトに来てくださる方のお客様の多くもですね、やっぱりこの体重計っていうのを最初すごい苦しめられてる方が多かったです。で、もしこの体重計に乗ってダイエットの効果が上がるんだったら、僕はいいのかなと思うんですけど、多くの方はですよ、みんながみんなっていうわけではないんですけど、この多くの方はこの体重計の数字によって心を折られる方が多い気がします。全然減らない、全然減らない、今のやり方がダメだ、もうなんでこんなに頑張ってるのにってなってしまうと、結構ダイエットをやめてしまうきっかけにすごいなりやすいと思うんですね。で、この体重計のシステム、体脂肪率もそうなんですけど、すごい誤差が出るんですよ。例えば皆さんはですね、この人間っていうのはほとんどが水分でできてます。もうほとんどが水分なんですね。で、例えばこう入れ物みたいな感じで思っていただいたらいいです。で、皆さんがコップ一杯の水を飲むだけでも数百グラムっていう体重が変わっていくんですね。ただ皆さんがですね、毎日痩せた痩せてないって測るのはその数百グラムもいつも見られてると思います。なので結果として、多くの方はですね、そこからじゃあ水分を取るのもやめようっていう判断になってしまうんですけど、それっていうのは体重計の数字を落とすのに必死になっている状態ですね。体脂肪率を落として痩せたいっていう行動だったら、体重計はね、数字は一時期一瞬増えるかもしれないけど、水分をしっかりと1日2リットル以上飲んでいただいた方がダイエット効果が高まります。で、美容健康メンタルにもいいので、水っていうのは絶対飲んだ方がいいんですけど、体重計の数字を減らすことを目的にしてしまうと、もう食べるのもやめる、飲むのもやめるっていう、もう悲惨な状況になってしまうんですね。で、それでも数字が減らなくなるっていう状況に陥ってしまいます。なので、この体重計の数字っていうのはあくまでも目安になるので、僕はもう基本的にもう減量中、ダイエット中とほぼ乗らないです。月1回ぐらいですね。どれぐらいの進捗かなぐらいで、やっていることをしっかりと健康的な食事をとって運動していれば、体脂肪っていうのはどん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 減ってくれます。で、それでたまにですね、週1回とか2週間に1回ぐらい体重計に乗って数字が減らないなと思ったら、ちょっと食事量を減らしてあげたりするだけでもまたガーンと落ちていくんですけど、毎日の変動ってほとんどないんですね。で、さっき言った通り水を飲んだだけでもそうですけど、昨日ちょっと多めに野菜を食べましたってなったら、その分食物繊維っていうのはもちろん重さとしてあるんですけど、腸の中に入ってる状態なので、その状態で体重計に乗ったら皆さんどうなるかっていうと、レタス1個、食べたとしますよね。で、レタス1個持って体重計に乗ったら体重ってすごい増えますよね。そんな感じで、その前日に食べたもの、食べた量によっても体重は変わります。もちろん排便の量とか、おしっこの量とか、どれぐらい出したかっていうのにもすごい差が出てくるので、正直で体重ってもうほとんど
こう測ることが難しいんですね。体重というよりは自分が太ったか痩せたかっていうのを体重計をもとに測ることってすごい難しいです。でもちろん体脂肪率もすごい誤差があると言われてます。で僕が一番それを感じたのは3年前に大会出た時に、体脂肪率を測ったんですよ。もう大会前日とかですよ。その時に 15% って出てきたんですね。で実際に感覚値としては 5% ぐらいまで下げれました。もう体脂肪率もほとんどなかって、あともうちょっと絞れるかなっていう程度だったんですけど、 15% あるとは思わないぐらいの体脂肪率だったんですね。なので、それぐらい体脂肪率に関しても誤差は出てくるものなんだなって、その時に初めて実感したんですけど、この体重計と体脂肪率を毎日毎日測られてる方っていうのは本当に苦しむことになる可能性が高いです。なので僕のおすすめとしては本当に体重計に乗らない習慣を作ることですね。しっかりと食事管理と運動を続けて、そう続けてることっていうのは絶対に成果が出てきます。まずはそこをこう体重計にならなくても今のやってることっていうのは絶対自分にとってプラスに働くんだって思えるような習慣作りっていうのを作っていくのも一つだと思います。そうしないとこれがダメ、あれがダメ、今の何々してる自分のこの行動がダメって言って、どんどんとですね、こうダイエット方法、食事方法も変えて、結局何が正しいのかも分からなくなってしまって、ああ結局ダイエットは難しいな、体作り難しいってなってしまう方もいたり、時には自分を責めてしまう方もいると思うんです。ああ私って僕ってなんかダメだなみたいな、全然頑張ってないんだなってなる可能性もあるので、まずは体重計に乗らずに、1ヶ月に1回とか、2週間に1回とか体重を測ってもらって、その2週間でどれぐらい体重の数字が落ちたのかっていうのをもとに、ああじゃあもう少し運動量を増やそうかなとか、食事量を減らそうかなとか、その時にこう考えてもらった方が結果的に長期的に見て、ダイエットの成果っていうのは出やすいと思います。でこれはあくまでも僕の経験談からのお話になるので、人によっては数字を毎日測って、それで自分自身の食事量をコントロールしたりする方が楽しいという方もいるんですけど、もう多くの方、本当に9割以上の方はその体重計の数字にすっごい惑わされてますね。一喜一憂してしまってますね。なので、一番の本質で言うと体重計の数字を落とすっていうのももちろん大切だとは思うんですけど、体脂肪率が減って細くなって周りからうわ痩せたね、すごい綺麗だね、かっこいいねって言われることなんじゃないかなと僕的には思います。なので今回ですね、体重計、体脂肪率についてお話ししましたが、こんな感じでフィットネスメイトではいろいろなフィットネス情報を発信していますので、面白かったなと思っていただきましたら高評価お願いいたします。そしてチャンネル登録もよかったらお願いします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。